ジョージ・デュークはカリフォルニア州サンラファエル生まれのジャズフュージョンで活躍していたピアニストで作曲家、音楽プロデューサー、歌手。アメリカ・カリフォルニア州サンラファエルに生まれ、マリンシティで育つ。母に連れて行かれたデューク・エリントンのコンサートでピアノに憧れ、7歳よりピアノの教育を受け始める。地元の教会にてブラックミュージックの洗礼を受けている。 16歳の時高校の仲間と時代にグループを組み、ジャズを演奏している。この頃の彼は、マイルス・デイビスやソウル・ジャズに影響されている。サンフランシスコ音楽院では、トロンボーンと作曲を専攻する。在学中、アルジャローと組みクラブで演奏していた。1970年代に入ると、キャノンボール・アダレイや、クイーン・シー・ジョーンズ、フランク・ザッパ、ビリー・コブ・ハムのグループに参加し、 知名度を上げていった。1977年にエピック CBS で From Me to You をリリース、持ち前のファンキーなプレイを持って当時ブームのディスコサウンドへ傾斜していく。このエピック期に古くからの名優であるベーシストのスタンリー・クラークとユニット名、クラーク・デュークプロジェクトで3枚のアルバムを発表している。1985年にワーナーミュージックの エレクトラレコードに移籍シーフ・イン・ザ・ナイトをリリースし、この他2枚のアルバムを残す。この後しばらくは、プロデュース業に多忙となる。1992年にワーナー・ブラザースレコードに移り、アルバム、スナップショットを発表。2002年になると、マイナーレーベルのピザーレ・プラネットに移り、散策発表。2008年には、ヘッズ・アップに移り、アルバム、 デューキー・トリーツを発表。2013年、慢性リンパ性白血病で療養していたが、8月5日、ロサンゼルスの病院にて死去。67歳ボーツ。ジャズピアニストのジョージ・リューク、死去バークス2013年8月7日。ありがとうございます。